こんにちは、デリッシュキッチンです。マッシュおさつのベーコン巻きを作ります。さつまいも1本は2センチ幅に切って皮を剥き、水にさらして水気を切ります。耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで5分ほど加熱します。片栗粉大さじ1を熱いうちに加え、塩少々と有塩バター 20g も加えて潰しながら混ぜます。これを4等分にして5センチほどの棒状に整えましょう。合計4個作ります。ロングベーコン4枚のうち1枚を縦長に置き、マッシュポテトを乗せて手前から巻きます。これも合計4個作りましょう。天板にアルミホイルを敷き、巻き終わりを下にして並べ、ベーコンに焼き色がつくまでトースターで10分ほど焼きます。器に盛り、パセリを散らして完成です。